イズつかみ対決。ギャラリーがたくさんだよ、ネバール君。ネバール君はふみかちゃんに箸の使い方の大豆さを教えるねばよ。大豆さを教えるって言っておりますよ。ネバール君、今回はね、この皿に乗った大豆を1分間この箸で掴んで隣の皿に入れてもらいます。1分間もいらないねば。1分間っていうね、あの規定があるんです。でね、今回この1分間で一番多く隣の皿に置けたのが51個らしいんですよ。ネバラ君、710個いくねばよ。710個、納豆だけに710個いくって言っております。ふみかちゃんも大丈夫かな、自信はあるかな、ないか。でも頑張ろうね、ネバール君に勝てるようにね。ネバール君には勝てないねばよ。はい、終了。カットカット、ネバー。じゃあお兄さん、ぜひ。はい、わかりました。いきます、はい、よーいスタート。ネバー入った、ネバー今見た、ネバーか。今ちょっと奇跡的に行ったねば。あ、すごいすごいすごい、行ったねばね。これがふみかちゃん箸の使い方ねばよ。もうふみかちゃんはお母さんの方がやっておりますよ。あれ、ふみかちゃん箸はこうやって持つねば、よく見てほしいねばね、こうやって持つねばだから。いや、その時間もったいないから、どんどん運んでもらっていいかい。ネバール君、なかなか上手だね。これネバよ。喋ってないで早く乗せなさいって。ネバール君がいつもこう。残り10秒。やばいネバ。やったネバ、やったネバ。勝ったネバ。勝ったネバ、勝ったネバ。勝ったネバよ。ふみかちゃん、こうやって箸を使うネバ。判定はネバール君の反則負けで、ふみかちゃんの勝ちでーす。ネバール君こんなにすっからかんにしたネバなのに。ダメでしょうよ、この皿持って全部凍ったんだからね。ネバール君負けちゃいました。負けちゃったネバだけども、でももうふみかちゃんもういなくなっちゃってるだろ。ふみかちゃんに話しかけようとしたらいなくなっちゃってたネバよ。なんでネバか。次は勝つネバ。ふみかちゃん、いいライバルだったネバね。ふみかちゃんにプレゼントネバよ。ふみかちゃんが欲しいものねば。納豆うなぎねば。納豆うなぎねばよ、あげるねばね。それもらった人はみんな成績アップ。ぐいぐい伸びるねば。またいなくなっちゃってるねば。またいなくなっちゃったねばよ。納豆うなぎって言ってね、ネバール君の体の中からいっぱい出てくるんだよね。もらった人は成績伸びるネバよ。成績伸びるんだって、ね、これからね、いっぱいいっぱい勉強してね、成績伸びて頭のいい子になってくる、ね、頑張ってネバ、ね、納豆ちなみに大好き、うれしいネバー、うれしいネバーよ、うれしいネバー、うれしいネバーね、うれしいネバーよ、うれしいうれしいネバーね。恐れてちょっと逃げちゃったから今、ふみかちゃん。
ネバルくん、ずるしちゃダメだってば。そんなこと言ったって、器ひっくり返しちゃダメなんてルール聞いてなかったねば。いや、箸を使ってって言ったでしょうよ。そうねばか。でもね、ネバルくん、前よりもだいぶ箸の使い方上手になってたよ。やったねばね。大豆、だいぶ大豆練習したねばだから。あ、そうなの。そこで無理やりダジャレっぽく言わなくてもいいかんね。ちゅうことであたたちちちちちちねねねめよ。てかもう何言ってるかわかんないよ、ネバルくん。みんなもネバルくんのこと、納豆のことを上手に足で掴んでねばね。ああ、ぜひ皆さんそうしてくださいね。バイバイねばー。